やってないし、今日おはよう。ひなあらし頑張って。ひのーって朝一は日のあらしも声が出ないので、そんな声出してました。お久しぶりです皆さん。1週間ぶりかな。おはよう。よっ、ちょっと待ってね。スイッチの音入ってんな。オッケー。ということでアルセウスやっていきますか。ついに出たね。洋服がね、個人的にめちゃくちゃ楽しみなんよね。声えぐいな。何時に起きたかと言いますと、11時53分ですね。時計出してないけど、ちょっと待って。11時53分に目覚めたから。10分も経ってないっていうね。いや、目覚まし自体はね、11時半ぐらいに合わせてたんだけど、ちょっと私あれなんよ、暇な時間が嫌で、それ以外の時間寝るのが好きだから、マジでギリギリに起きる癖があって、猫ちゃんとも10分ぐらい話したんで、水飲んだ飲んだ、歯磨きもしたよ。サプリも飲んだし、ご飯はねちょっとね食べる時間なかったから、ウイダーをここ手元に持ってきた感じかな。ほな行きますか。いやー、さあ私は誰を選ぶのか。あ、ちょっと待って、画面固まったか。は、どういうこと。たまにね、こういう現象が起きるんよね。ちょっと待ってな。誰や、ひどいの言うて。いや、日の嵐、じゃあ、みじゅうがいいのかさ。あ、コロ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 がいいのかさ。わからんやん、そんな。ちょっと待って、ガチめに固まってね。キャプボ、今動いてたのに。はぁ、頑張れってなんなん。ちょっと、心地のいい BGM でもかけましょう。これあ、でかい、ごめん。ごめんみんな、耳おかしなったな。ちょい待ち。終了。じゃあね、57分の時点ではね、本体の再起動も終わってね、バッチリやってん。うわー、ちょっと待って、めちゃくちゃ悲しい気持ち。今管理者として実行してみる。右目壊れてる、ちょっとこっちを向きすぎて壊れたかも。ちょっと待って、めちゃくちゃめんどくさいやねんけど。なことある。もうやる気満々やってんけど。日のとか言って、はぁ、マリカ大会の時もこんなんなってんな。ソフトがあかん、ソフトじゃわ、キャップボがもう終わってんのかな。
キャプボくん、いやこの前の1週間前メンゲンで FF10 の、 それまでをやったんだけど、その時はね動いてたんだよね。ちょっと再起動かけるわ。ちょっとごめん、ぐるぐるなるね。びっくりしないでね。エーペックスやる側やばい。戻ってきた？ハローみんな。再起動したら動いたので、ちょっと待ってね。お顔を出すわね。 My face is so beautiful。 動くね、画面ちゃんとね。おいおい、頑張れって顔。何してんねん。あ？パソコン1年前に書いたばっかやろ。1週間パソコンつけてなかったから、その弊害もしかして。凍った顔。そんなことある？頑張れ。おい、顔動かんが19268115。おーい、あ、これ消して、消して。あ、来た来た来た、オッケー、よし、始め入れますわ。これでお騒がせいたしました、本当に。で、オッケー、よし、ほなおはよう、やっていきたいと思います。ポケモンアルセウスです今度は音が入らんバグやな。ちょっと待って、音入ってる？まだ分からん、まだ分からんな。ここ音鳴らんやつ、もしかして日本語ね。はい、オートセーブを行います。信じてんで。あ、みんなの耳に届いてる？届いてる？ちゃんと聞こえてるは？私の耳なんやねん。ちょっと待って、ちょっと待って、私たちの宇宙、ちょっと待って、めちゃくちゃいいこと言うてんねんけどさ、ちょっと待ってや。もう音入ったり入らんかったりするやつやねんこれ。もう、あー、イライラするちょい待ち、ちょい待ち、ちょい待ち、もう絶対聞くから、絶対聞くから、ちょっと待って。もう、なんで一個やったら全部できひんくなんの？こんな配信うまいこといかんことある？もう私、4年目よ。もうちょっとで5年よ。腹立つわ。なんやねん。ちょっと荒技出ていい？AG03 にするわな。音でかいかも。で、
みんなの耳、みんなの耳よりね、出力をにしたら OK、これでちょっと聞きます。パソコンね、なんかさっき再起動したら全部設定が最初からになってた。前にWindows アップデートが勝手に入ってた弊害かもしれんな、これOK、 じゃあやっていきたいと思います。お願いします。ということで、ここは時間も超え、時間も空間も超えから私たちの宇宙あ、来てこい、聞こえる聞こえる、いいね、よく来てくれました。いや、とんでもないですね。なんか手こずって14分ぐらいオーバーしてしまいましたけれども。え？アルセウスね。うん。人がそう呼ぶもの。卵が先か、ポケモンが先か。あなたの顔、いや。いや。私これかな。これかな、いやー、なんか金髪ってよりかは私色素濃いか薄、濃ゆめるか薄めるかって言ったらこっちになるんよね。金色で髪色変えれる？は？天才？なんて呼びましょう。あ、ここはね、カエデでカタカナでいきます。ちょっと それっぽくね。はい、あ、本当に帰れんの？後で染めれる。 OK、 帰れ。あなたがこれから降り立つ世界には人がポケモンと呼ぶ不思議な生き物たちがいます。帰れそのポケモン、すべてのポケモンに出会うので、その時また姿を見せましょう。ああ、最後アルセウスの鳴き声かな。ピアワワワワワ、お前その服着てんの？持ってるが、なんなら夏のパジャマやが。すごいね、ダイヤモンドパールにはなかったアルセウスフォンになるんちゃうん、そいつ。私をアルセウスにしてくれ。スマホに力を与えるな。私をアルセウスにしてくれ。あー、無機物を。え、映像えぐ。わー、楽しそう。私もアルセウスに会ってみてよ、そんな。ということで、あ、すごいね、ここにロード画面のあれがあるけど、銀河っぽい感じだね。デデンデンデデンデン、ウェイクアップ、ウェイクアップ。あ、かわいいちゃん、なんなん、生きていますか下から見た図、そうなるよね、やっぱ 3D モデルだと下から見るとね、首のシェーディングがめちゃくちゃ難しくって 3D モデルって。空から落ちてきて驚きましたが、よかった、生きていますね。ここはどこですか？誰ですか？まあまあまあ、誰？それはこちらのセリフです。空から落ちてくるなんて一体どこの誰だというの？結構博士の服は現代チックだね。なんとも言えない不思議な格好をしていますが、この辺りに知り合いはいるのですか？わかりません。大変ですね。では行く当てはあるんですか？あ、わかりません知り合いもおらず寝場所もない、とてもお困りのようですが、そもそも生きていけるのですか？あ、なんとか。
え、こう見るとモクロ可愛いな。困ってる人を見せるわけにはいかないのです。ありがとうございます。クポーなんや。プシュッピチャピチャチャ。この子たち追いかけてきた、ポケモン追いかけてきたら君が落ちてきたのです。もしかして君の出現を分かっていたのでしょうか。え、運命の相手が誰かおるってこと。こん中にポケモンは分かりますか。さあ、知らないのですか。本当にどこから来たというのです。いいですか、この子たちはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれている不思議な生き物です。オーキド博士の受け売りか。お前、君のお名前は楓くんというのですが、はい、素敵な名前ですね。ソーリー、ラベンです。ラベン博士ね。この子たちを、あー逃げてった。おー、かわいいポケモンたち、どうして逃げたりするの。やっぱりさ、二足歩行より四足歩行の方がその分地面を蹴る力とかあるから早いんだろうね。日の嵐、足早いわ。それに比べてみじゅまるはとて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 歩きよって。待ってくださーい。あ、なるほど、こいつがパクったってこと。じゃ大木戸がパクったってこと。え、ラベンが世界一のポケモン博士ってこと。もしかして、じゃあ宇宙初の。ここは何もない、別に訓練をする場所でもない。こういうとこってチュートリアルゾーンよ。なんか岩砕きをさ、トレーナーが覚えたりはしない。これもしかして、あ、かかってきた。あ、光と音を発している。まるで私。これスルーしたらどうなる。はいはいはい、光と音を発している。あー、こっちには行けへんねんな。オッケー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 。これあんまりしつこいとなりまくるやつ。始まりの浜ね、ここ。あー、なるほど、こっちにも何もないと。ポケモンはさすがにこんなとこに物隠さんか。かっ、あ、でもちゃんとほら聞いて、ボートの沈む音聞こえる。すごいな、コイキング。釣れん。いやー、釣り竿があったらな、まあ、この世界でも何食って生きてんのやろみんな。さすがにコイキング調べるね。スマホらしきものを拾った。形状が変わっている。不思議な力を感じる。お、え、可愛くね、スマホ。私の服と髪色にぴったりやん。使命を託す、すべてのポケモンと出会え。ゴーやん。すべてのポケモンをゲットし、ミュウのミュウに出会うと決めた。ゴー。ミュウにたどり着く夢を掲げた GO やったっけ。ポケモンの挨拶。あ、なんかおるわ。全然当たらないのです。空から落ちてきた人。はい、いくつもボールを投げましたが全然ダメなんです。あの子たち、逃げたポケモンについて説明いたしますね。あら、かわいいね。あ、これ進化したらどうなんの。おっさんになんの。また翡翠の姿も。あー、なんかすごい張り切ってるけど。あー、すごい炎の量やね。怒ったり驚くと勢いが増す。怒ってんの今。あ、怒ってるわ。めちゃくちゃ怒ってるやん。あ、池のそばにいるのはみじまるって。なんでお前そんな顔してるんや。なんやその口は。笑え。あしゃしゃしゃ、ええぞ。そうは、笑っとけ笑っとけ。お前笑う姿の方が似合ってるからな。
お腹の貝のようなもので戦ったりします。あ、それ取れんねや。あ、残るな。あしゃ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 。ポケモンの捕まえ方。わあ、見た見た見た。ポケモンアニポケでもね、アルセウスバージョンがあってね、サトシがねこれ投げてたわ。50個、ありがとうございます。はい、不思議な生き物と言いました。では何が不思議なのでしょうか。はい、小さくなる習性を持っているのです。それしてモンスターボール、ボールをポケモンに投げるとポケモン小さくなってモンスターボールに収まります。捕獲できるというわけです。他に頼る人はいません。逃げた3匹の捕獲をお願いするのです。はい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 、とてもシンプルです。 ZR 押しっぱなしで狙いを定めて、 R スティックで向きを変えてポケモンをしっかり狙う。 ZR から指を離すとポケモンのボールを投げる。難しそう。おー、なるほどね。こいつは雑魚やから一番最初に捕まえてしまった。よし、あとは苦労するポケモンだぞ。これで当たった判定になんの？おもろいな。はい、あと1匹ですね。あ、取りに行かなくていいのかな。これね、手持ちのポケモンは見れへんのや。別に私のじゃねえから。え、なんかすっごいすっごい姿勢が、うわー、うくそ。むずい、むずい、ひどらしい。ごめん、バカにして。お前、お前むずいよ。ああ、こいつ厄介なやつやな。助かりましたよっていうことでね。アニポケでもね、シロナさんが確か実際に3匹 の、 やあのポケモンをこのボールで捕まえるっていうのをやってた。あ、光が火の嵐とかやったっけ。あ、じゃあミジュマルやったかな。はい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 、何かしらの意味があるように思える。すべてのポケモンと出会え。へえ、アルセウスフォン、不思議な代物ですね。いきなりですがいいですか。はい、ポケモン図鑑を完成させることです。はい、とっても先進的で素晴らしい研究。はい、ポケモン記録するには捕まえる必要があります。ですがボールは開発されたばかりでうまく捕獲できる人は少ないのです。はいはい、お互い協力し合える。その代わりに飯と宿を提供してくれるってことな。これは選択肢これしかない系。別に100、128回ぐらいやっても意味ない感じ。いやー、ないっぽいな。これ FF10 でもこんなんだったからな、私。わかりました。はい、僕は君を歓迎します。とりあえずポケモンたちを村に連れて帰りましょう。はい、ことぶき村にレッツゴー。めっちゃ猫背やん。こっち見るな。え、意味深だね。なに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 。
めちゃくちゃいいやん。門番さんいつもお疲れ様です。どっかのなんか京都の時代村やったっけ、あんな感じだね。失礼します。そんな不安がらんでよくない。いやでも時代が違いすぎて、あ、ええぞ、映画村だな。門番は武器じゃなくって多分怪力あたり持ってんちゃう。銀河団のみんなのおかげでここまで発展したのです。いろいろ気になるのは分かりますが、まずはついてきてください。そんなこんなちっちゃい村で迷子になることねえやろ。お前怒鳴りやがって。見ない顔ね、見ない格好ね。どこから来たの？調査隊の新人？怪しいやつ。はいはいはい。奇妙な風体じゃ。聞こえますよ。ほら周りの人がうるさくって博士のやつ何も入ってこへんって。知らない人と話しちゃダメだって。あ、話すか。ほら、あ、忘れていました。逃げたポケモンたちについて報告をしないといけないのでした。食堂で待ってくれますか。はいはい。左の建物が芋づる亭。お、はいはいはい、はい、マイナスボタンで地図を見ることができます。行き先にも色かかります。あ、超便利ね。マイナスね。え、めちゃくちゃ可愛いな。うわー、これ今までのポケモンとかもこんなに詳細にマップ見れたっけ。農場、見知らぬ土地で、あ、これクエストの番号とかなんかな。クラフト屋、雑貨屋、散髪屋、呉服屋、写真店、銀河団、お守り、ばあさん。ばあさんだけすっごいこういう名詞じゃなくって人物やけど大丈夫。失礼します。しかもこれあれな、さっきミオで今ソノーって出たよね。おらんなやつやの。芋づる亭オーナー、銀河団のための店、よそ者は帰った帰った。なんだお前、かぶいた格好をしてるけど、そんな薄着だとポケモンに襲われたらイチコロだろ。でも村にいるってことは誰かが許可もらったのか。靴、なんの靴これ。クマさん、点で頼りにならないんだぜ。あ、わらの靴かな。はい、電気ショックなんてポケモンの技を浴びて寝込まなければ3匹を逃がさなかったのに。そうなのですよ、テル君、合わせる顔がないのです。あ、これ男の子選んでたらひかりちゃんやったん。何やったんやろ私の名前。うわぁ、もう大丈夫です。こちらの楓君が僕たちの力となるのです。調査台に入れるってことですか。めちゃくちゃ嫌そうな顔してるやん。許可する。うわあ、女か。最も調査隊にふさわしい実力を持つならばだが、銀河内波じゃなくて島星だ。男か、女っぽいな。能力を役立てる代わりに一色銃の提供を求めているとか。見たところ15歳ぐらいか。であれば一人前の大人として働くのは当然だが、素性も知れない人間を追いすると雇うわけにはいかない。明日試験を受けてもらう。あ、遠慮する。お腹すいたって。
頼むって。おい、一人で行くなって。ストイックなお方。はいはい、食べながら詳しい話をするとしましょう。はい、いつもの今持ち三人前。芋餅、え、芋、あ、このお皿に乗ってんのが芋餅ね。あとはなんかあれか、ご飯とかかな。時空の裂け目と呼んでいるあそこから落ちてきたのです。なるほど、そこから赤木さんも落ちてくるパターンね。もう全部わかった。はい、もうアルセウス全部わかったわ。赤木さんがアニメでアルセウスに囚われて、それを今現代の部下が探してて、ここに仙台がいるということは、すなわちアルセウスは赤木さんだから、赤木さんは銀河団で、島星さんと赤木さんがこう出会うってことなんだな。うん、もう全部わかった。クリアおめでとう、ありがとうございます。いや、楽しかったな、ポケモンアルセウス。はいはい、ポケモン買いましたね。ポケモンは怖い生き物です。地球が滅亡するのはあれだよ、グラードンとカイオーガが多分喧嘩するやらなんやらして水と大地がなくなっちゃうパターンだよ。カエデくん、ポケモン3匹捕まえますか。はい、銀河団にはいない。嘘やろ、3匹もそれはすごい。嘘やろお前ら、ハードル上げんなって。はい、よく狙ってボールを投げるのです。あら、おかしな人間を連れてきてのんきに食ってる場合か。隊長なんて中で芋餅を10人前も。はい、焼け食いにも程があるぞ。あ、隊長も捕まえれへんかったからってこと。カエレ君もどうぞ。空から落ちてきた君も銀河団に入れば食事を寝るところも安心ですよ。え、これ本当に銀河団入っていいの。デリシャス。試験に受からないと調査隊になれませんよ。ありがとうございます。だといいな。立ち方がおもろいね。あ、私ね、ここ、はい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 、村の外で生活。あ、最悪のたれ死にだな。ゲームちっちゃい。オッケー。はい、強く振る舞っているんですよ。ああ、そういう女ね。はいはいはい、気の強い女ね。呪術廻戦ね。はいはいはい、全部わかった。ちゃんと寝ろよ。お前何者なんだ。その可愛い絵文字でニンニクが好きって名前なんやねん。なんやねん、ニンニクが好きって。失礼します。ここ私の家？本当に？めちゃくちゃ広いやん。ここでポケモンと生活できるってこと？はい、道具箱ね。オッケー。いろりを使うことで部屋の暖を取ること。いやー、めっちゃええやん。結構リアルだね、質感とか。今までのポケモンにはここまで詳細なんなかったんじゃない。この壺とかさ、光の入る角度とか全部違うやん。すげえな、アルセウス。調べる。ナイスハウス、イエー。上ボタンでメニュー、レポートを書くべし。はいはいはい、お任せレポートを使えば自動でレポートできます。これレポートをしたらあかんやつ、自動で危ないやつ。
一応書くわ。もう27分もゲームやってんの？子供やから私ゲーム1時間しかできへんよ。あすごい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 、コントローラーがボロ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 ってしてる。出た出た、この三原色。テレレレテテテテレンテレレレテレテテテテレンテレレレテテテテレンテレレレテレテテテテ、どこかで。翌日。おー、起きてるか？すごい雷があったよ。ダイパのリメイクでもあんな感じだったよね。ディアルガやったかパルキアやったかがこうババババーンって出てきた時。早く来ないと知らないぞ。女の子は準備に時間かかるの。あ、まだ着替えれへんのや。誰かが拾った石、綺麗なただの石、日皿がないから使えない。これさ、思うねん、この世界さ、絶対炎ポケモンおった方が助かるよね、何するにしても。思わん？ここも火いるでしょ。でもここ水勝手に出るやん。で、今のやつもさ、火使うやん。絶対ね、炎ポケモンね、優遇されると思うねん。それに比べて、ミジュマルは、え？何をしてんねん、お前。島墓地隊長、待たせるな。ということで。え？今日もう試験ですか？ゆっくり観光とかさせてもらえないんですか？働かざる者食うべからず。死の油目。虫食いぼんぐりを投げられたポケモンは隙が生じ、うま捕まえやすい。へえ、あ、すごいすごいすごい、クラボの実、オレンの実、モモンの実。これはモンスターボールだね。見慣れない人ですね。大祭ムーベさんね。ここがこれ後で観光できるけど、ちょっと待って。あ、クラフト屋か。作業台あつ森やん。で、ここが、あ、トゲピーかわいい。へえ、お守りか。お守りばあさんってこと。ここ腹のすぐるさんね。ここに入ったらいいんだけど、すごいな、この補強されてる感じとか。おいおい、掃除しろって。おい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 、こいつあれか。私の足にゴミかけるパターンね。なるほど、これ分かった。これ画面から外れて、画面入って、こいつの左側に行ったら、測れるんだ。おらおらおら、おら、行動パターンだな。オッケー、全部分かったよ。からの、写真、あ、ワットソンみたいなやつおるって。トゲピーと、パチリスト、ポニータ、なんかおっさん、闇カラス、チェリンボ。あ、出た出た、ガキ。あんたも翡翠に来たのか。兄貴が家を継ぐからよ、俺は翡翠で頑張る。偉そうにこっち見ようって。え、でもすごいね、黒目の位置とかも全部変わるね。すごい時代になったもんやな。キャラクターの目まで移動するってすげえな。失礼しまーす。まあでもね、これ試験に落ちたらね、この村見れんのも最後やからさ、なこと嫌やん。
広い建物知ってるか？知ってるよ。野生のポケモンたちに襲われた。相棒のポケモンを繰り出したが、群れ相手では多勢に無勢だな。遠くまで出かけるから医療隊が治療します。キネ。帰れ。入れ。綱手様みたい。あ、なんか騎士感あると思ったら、そうだ、火影の部屋だこれ。説明する。入団試験だが、黒曜の原野にてビッパ、ムックル、コリンクという3種類のポケモンを捕まえてもらう。ポケモンを最初に向かく。昨日もサミ驚愕したのを出すはずだ。私たち銀河団にはただ飯を食わせる余裕がない。みんなが君が役立てに眠りしら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 。貸与する調査隊専用のポーチだ。貸与とか、あんな難しい言葉ね、言われても子供わからんでしょ。貸与ってなーに、お母さんってならん。おい、ヘンテコポーチ言うな。ポケモンのハルカって知ってるか。ハルカこれつけていつも歩いててんぞ、方園地方。まあ、ハルカを侮辱するな。ガイドする、お願いします。 Y ボタンを押すと任務が確認できます。必ずはメイン、誰かからはサブ。 OK。 あ、出た出た、猫背の何て人だったっけ。ラベンさんね。グッモーニング。はい、ここで生きていくために合格してもらわねばなりません。はい。あー、ここで選ぶの。めちゃくちゃ早くない。そんなことないか。45分でここだもんな。めちゃくちゃ忘れてた。気になるポケモンの君の相棒に選ぶのです。はい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 。この貴重なポケモンたちですが、この子たちはみんな君に興味があるみたい。え、かわいいな。あ、日の嵐がいつもこっち見てくれる、私のこと。ありがとう、日の嵐。あ、もくろ、お前も見てくれてんのか。それに比べてお前はや。なんや、どこも見てね、お前。ほんまに。まあ、かわいい、かわいいけど。プシュ。いや、迷うな。まあ、ぶっちゃけね、いいと思うんよ。誰でもいいと思う。でも私はディフィアを捕まえるっていう未来予想図を立ててるので、まあ、一旦モクロ可愛いんだけど、モクロではないんよな。わー、でも私ブースターも鬼押しやから。うせやろお前。ちなみにね、EV を進化させるのってどれぐらい時間かかんの？捕まえてリーフィアとあのブースターにするのにどれぐらい時間がかかるかによって、リーフィアは早めに行ける。あー、ブラッキーとエイフィもすぐできる。運によるんだ。へえ。おい、すぐ多いな、お前。薄やろ。なんやお前、そんな顔で見るな。ニーフィアは意志が大変なんだ。あー、でもぶっちゃけあれよね、ブースターにすんのもシャワーズにすんのもそんな変わらんよな。
じゃあその意思が出るか大変やいうのは。こいつなちょっとやる気なさそうやねんな、プシュって。首は振ってくれてんねんけどさ、これ顔にやる気ねんよな。いや、そういうポケモンで次進化したらな、目に光が入ることは知ってんねんけど、うせやろお前。うわー、マジ？なんやそのほっぺた、地図記号かお前。博士選ぶ？直感で決めたらほら、もうテルもだるがってるって。いや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 、無理無理無理。うわ、迷うな、めちゃくちゃ迷う。そうだな、いやでもね、うわでもあれ、そっか、ビッパーコリンクが電気タイプやから、でも体当たりぐらいか最初。届く。あー、くっそ迷うな。お前じゃあ部屋でツイッター担当な。お前はあのサトシのリュックで昼寝するからダメ。こいつか。うわ、なんその顔、せめてずっと笑ってくれ。なんやその歩き方は。笑うな私。あ、ごめんごめん、日の嵐もくろ、ごめんな。ミジュアルもらっちまったよ。はい、モンスターボールをポケモンボールという。あ、ごめんな。あ、もう炎すら天狗だった日の嵐。ごめんって、そんなに私と旅したかったお前。もうやる気のかけらすらなくなってしまった、もうごめんな。選ばれたミジュマル応援してるみたいな、絶対日の嵐応援してへんよ。あ、一緒に調査したかったのかって言ってる。空から落ちてきた時飛び出してくらいですからね。もうかわいそう、ごめん、マジごめん。どのようなポケモンたちを捕まるんですか。はい、ポケモン3種類。はい、手作りのモンスターボールは、はい、これさ、モンスターボール以外のボールもあるってこと。ヘビーボールはなんか見たな、トレーラーかなんかで。あ、もうおらんくなってる。まあ押すかよ、しかもまあ 5.89 キロもあんの、痩せろって。何やねん体当たりだけって。気まぐれってめちゃくちゃあれじゃなかったっけ、平凡なタイプじゃなかったっけ。お前なんや気まぐれの性格って。やる気なんかないの、せっかちとかさ、もうお前に素早さいらんか。イエーイ、ここすごい、なんやろ、年賀状かなんか、葉っぱも置いてある。君なら大丈夫、依頼はないよ。あ、ここで依頼を見るんだね。あ、日の嵐ごめんな、ごめんな、お
前はクラブの実が好きなんか？ごめんな。お、退屈だよな、こんな部屋な。ごめんな、暖房代わりに置かれて、お前を救ってやればよかったな。あ、モクロ、モクロ、お前そこ暇やろ。まあ、そこどこでうんちするんや。お前はオレンの実が好き？え、じゃあみじゅまる。まあでも、これを考えたらここに隔離されてるみじゅまるが一番哀れだわ。うん、そういうことにしよう。こんな、何？人9人ぐらいしか入れへんこのちっちゃいサイズに永遠に入れられてるってことでしょ。まあそれやったら一番外に出してやって正解やったかもしれん。これだってこの二人は一つ、ほら段差とか枝とか降りたらいけるけど、お前に関しては5キロも体あってあんな短い手足やったら登れへんやろ。ごめんな、火の嵐。もくろ、私はこいつを持って外に出るな。でもわからん、気まぐれな性格やからその水槽しか知らない世界もまあ良かったのかもしれない。どうしまーす。体積で溢れる。そんなデブかこいつ。マップを見る。表門、任務リストね。あ、こっちか。もう一旦行きましょう。これ多分ちゃんと銀河団に入隊されたら服がもらえるって書いてあったから、私銀河団に入隊するんやと思ったわ、ね、めちゃくちゃネタバレじゃない？ひどくない？このアルセウスのさ、このパッケージで買ってんけどさ、ここに早期購入特典って書いてあって、え、なんやろうと思ったら受け取り方って書いてあって、え、な、え、マジ？と思ったらね、もらえる条件を満たしていれば銀河団入団後呉服屋で店員からもらえます。プレイ時間約1時間。え、いやめちゃくちゃ親切ではあるけどさ、私銀河団入んの？って。あなた面白いです。ウォロ、胃腸紹介。へえ、胃腸があったらやっぱ替えでもあるでしょう。そう、1時間後って書いてあった。珍しい人物ことを確かめるのは商人の差が。え、嫌やって、無理やって、気まぐれだからあいつ。あれめちゃくちゃ見てるって、あの女。もうやめてって。そう、もう、はいはいはい、試験のことは小耳に挟みました。HP が0になったら負けですよ。景気づけに腕比べ返し。そんなノリで言う？こいつ何タイプ出すんや。え、かっこいい。あ、チョキプリ。お前戦えるか、チョキプリに対して。女の子やぞ相手。すごい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 、ちょっと待って、もういけるか。トゲピーの殻全部破るなよ、中身出すなよ。お前手加減したれって。すごい、もう突進レベルやん2人とも。これやばいって、トゲピー殻取れる。あ、急所に合ってるな。でも私はそれぐらいでいいと思うわ。でここでね、ここで本当はモンスターボール、ちょっと投げてみていい？勝利するしかない。逃げるわけにはいかない。中身出るって。あ、ごめん、まあ、球場に当てすぎ。どんだけトゲピーのこと嫌いやねん。決着、はい、使いこなせば世界は広がるでしょう。新しい技、
競わせるのは楽しいです。いや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 、トゲピーの気持ちになってあげて。霞のトゲピーでさえずっと霞の手の中におって指を振るだけでロケット弾飛ばしてたからな。はい、放置画面でポケモン選び、技覚えで覚えさせてください。はい、皆さんボールを使えばいいのに。あ、回復させてもらった。トゲピーさんもお大事に。傷薬5個ね。戦闘中も動ける。お、はい、銀河団が増える、お客様が増える。え、こいつもしかしてトゲ、白い悪魔になる最終。いや、一生トゲピーだよね、さすがに。出発だ。はい、地図で行き先を選んでデンスケさんに教えておく。はいはい、助けてもらうと。あ、戦闘不能になったらデンスケが運んでくれるってこと。受かるといいな。お前さっきからずっと見てたな。何もんや、紬。ポケモンが怖い。道具箱、ポケモンが怖いって。もうそういう気はリーリエだけでええねん。じゃあデンスケさん。デンスケってなんか予定や集めるサイトなかったっけ。ん、ここに行きます。エアスラー。でもこのグラフィックのエアスラッシュちょっと見てみたい気もする。すっごい吹っ飛ばされんのやろうな、あんだけ急所に当たるってことは。はい、3種類のポケモンを捕まえること。ビッパ、ムックル、コリンク。はい、俺もしっかり見届けてやるということで。あ、博士来てくれたん。はい、確認する。あのものに何かあればあなたが責任を取るのですね、と。博士に何ができるのかと。お前ひどいこと言うな。そういうの苦手なんだけどってことでね。てるくん可愛くね。ということで行ってきたいと思いますが、あー、これ日の嵐の日やったんかな。ポケモンや。ん、お前話しかけろ言うたから話しかけだったのに。くれんのがどれだけ安いんよすか。少しだけ。みじまるは休んで元気になった。私の横で寝たんか、みじまる。行ってきます。ほな行くか。ベースキャンプやから、まあ俗に言うモンハンみたいな感じだよね。ここまで戻って回復してみたいな感じなのかな。あ、ビッパだ。なやお前、なやその横顔は。はい、 ZL 押しっぱなしで注目。へえ。注目。あ、ちょっとピントかか。てるお前やられんぞ、その距離さすがに。え、うそ、こんなに簡単なん。大丈夫これ。いや、本当はもっと難しいんだよね。今からなんかあれよね、三島の出番が増えるってことだよね。あ、出た出た。天敵おる天敵おる。あ、天敵じゃない。お前ツルツルやな、頭ムックル。え、かわいい。ムックルかわいいな。草むらでしゃがめば気づかれない。オッケー。 B ボタンでしゃがむ。 B でしゃがむんだ。あ、気づかれたらどうなんのやろ。これ出たらどうなる。逃げられたりすんの。全然逃げへんやんこいつ。あ、あーなるほどね、こうやって逃げてくんだ。オッケー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 オッケ
はい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 、ピコーンってなったらあかんのやな。え？え、私のゲームここで終わり？え、あ、まだ来てくれた。もうのたれ打ちにすんのも悪くねえけど、これ仮にさ、仮によ、仮にモンスターボール全部使い切っちゃったらどうなるかちょっと見てみていい？人間は貫通するんかな、これ一応当たり判定になってんのかな。ちょっとあれやね、エイムが、あ、バツになる、こいつの頭も。人間に対しては結構あれやねんな、シビアやねんな判定。距離的な問題なんかな。ちょっと 見るね。あ、テル、ボールが XYZ、 ポケモンを投げれるようにしたら、キーやイワに投げてみるといい。木の実とか取ってくれるぞ。そうじゃなくて、あ、あ、これすらなくなった。テル、私なんもない。テル、コリンクだ。かわいい。気性が荒いのがわかるか、どういうこと。はい、ポケモンを注目すればよくわかるからな。はい、ポケモンはボールを弾くんだ。三角マークのアイコンが多いほど捕まえやすい。はぁ、人間に敵対心を持ったポケモンは×印。はいはいはい。このアイコンがついたポケモンは戦闘中にしか捕まえれない。勝負仕掛けるんだ。説明しただろ？それに向かって ポケモン投げるんだ。お前、だが、あ、も、ボール今もらった？私もしかして。ポケットに入れたよね？テルあ、テル優しい。ああ無理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 、襲ってくるやんこいつ。無理やって無理やって、どうやって仕掛けるん。見えへん見えへん、何も見えへん、もう何も見えへん。ごめんごめん、ちょっとこっち来て、みんなこっち来て、こっち集合、こっち集合して。あ、え、みじまる、お前出てこいって。何してんのお前。よしよしよし。わ、先生めっちゃぶっ飛ぶ。お前アクアジェットでぶっ飛ばしてけ。はい、今回今一つ。そんなことない、今回今一つではなかったな。これ体当たりとアクアジェットって、あのぶっ飛び具合があんまり、急所やと結構吹っ飛ぶとかあんのかな。ほら痛くなさそう。あ、え、待って、やっつけちゃった。ちょ、ごめん、検証してたら検証してたら倒しちゃった。みじまる、お前死ぬなよ。お前そのごつい体でなんとか受け止めろ。え、あ、様子をうかがっている。もう一発や、いけ。いや、様子うかがってくれてんねんけど、めちゃくちゃいい子やん。行動順とか見れるのめちゃくちゃおもろいな。
最近やったばっかやん、この行動順。お、あ、出ちゃった。もうずっと伺ってくれてる、優しい。お前サンダースって名前つけて使ってやるよ。それに比べてミジュアルはただ体のでかいやつだけやん。コリンクって威嚇覚えてないの？おお。驚いただろうなっていうことで。あ、試験は合格。足の遅いサンダース。レントラーってぶっちゃけ強いの？技構成が強いの？今回特性ないんや。ギャラドスとかただのへ、あ、ただのニョロニョロやん、ほんま。え、じゃあケッキングとか最強説ない？あ、記念に1枚取りましょう。いえ、お前そう、ピン車で取ってもらうんか。はい、ことぶき村に戻りましょう。冬ないんや、めっちゃいいね。抜け人、あ、抜け人はもしこの世界におったらかわいそうなことなってたかもね。スロースタートもないんじゃない？今なんか私の心の中のレジギガスがすごい喜んでたわ。俺って強いんだ言うて。すごいふてこい顔してるやん、キリスケ。身を預けなよって言ってる。あ、なんか訳ありっぽいね。失礼します。砂手様、やりました。どうやら野垂れ死にせずに済むようだな。祝福する、そのまま使うがいい。ちょっと色とか変えたいんですけど無理ですかこれ。あ、ダメ？島星さんがつけてるちょっとベルトとか無理？あ、制服と草。まあ、そこは振り仮名振ってくれへんのかい。団長に挨拶せよ。わらじぞうり、ほら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 、もうぞうりとわらじ派でバトってるやろ。だから困るねん。なんでこんなしょうもないことでみんなが喧嘩せなあかんの？コメント欄で喧嘩せんといて。全部これが悪いんやから。こら、もう全部これが悪いんやから。喧嘩せんといて。してないです。着替えましょうということでね。これな、あら、かわいいじゃないの。あ、結構冬物なんだ。あ、ヘーゼルフォイス、ヘーゼルフォイス。カラコマンの受けんな。まあ私パープルでしょ。ニョキ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 。おお、私っぽくなった。髪下ろすか。あれ、この時代のカラコンって何でできてんのやろな。髪色白ある。私は白髪じゃない。私は銀髪。
意外だか。提供した部屋は今後も使うといい。ありがとうございます。こちらも使え。あらあら、なんか何それ、ん、なんなんなんそれ。ポニーテールになったって。今私髪変えたのに。いやもういいって、逆張りせんといて。セットするのに時間かかんねんから。すぐに結ばされたわ。もうフラグ解除全部してくるやん。団長に挨拶せよ。お前団長ちゃうの。え、やることリスト、やることリスト。電木大団長、この人が隊長、大和隊長ね。いやもうちょっと階段しんどいっすわ。階段しんどいっす。ちょっと、あなたは写真館で飾ってあった。あら、全然赤毛さんっぽくないね。でも待ちかねたぞ。待ちかね服着たる。いかつ。なやその腕。電木である。はい、楓でーす。あ、逃げ切らぬやつだな。え、立ち会え。ほら、出会う。あ、勢いを感じる。私これ倒れてるってことね。あ、七カマド博士、確かにカゴ七カマド博士のパーツでできてそう。これを白髪とかにしてちょっと髪型いじったら完全に七カマド博士だね。お前が面用のやつでもおとぶき村の仲間として受け入れよう。はいはい、完成させます。はいはいはい。このゲームは何、完成させたら勝ちなの？そんなに図鑑を完成させることにこだわってんの？それもなんかフラグやったりすんのかな。だっせ。どうしたどうしたどうした、なんか同じこと言ってる人おるやん。ん、なんや、なんやなんやなんやな、お前。え、ゼロボッシュ。はいはい、なるほどなるほど。あれか、ポケモンのトレーナーカードみたいな感じね、この星は。あ、クラフトもできると。ありがとうございます。ボングリの実、玉石、木の実って何？え、木の実と石でできてんの、モンスターボール。あ、石をコーティングして、石でコーティングして中に木の実を置いておくことによってちっちゃくなったポケモンがそこで生活するようになるのかな。了解です。まあ、3,000円ももらったらな、何でもできるよ。はい、クラフト屋に行くぞって言って行きまーす。あ、ガイドする押すの忘れてた。あ、すごい、もう階段降りんでいいんですか私。ありがとうございます、気遣い感謝でございます。シャロンと申します。この度は入団おめでとうございます。頼まれていた服、道中着と、また引き、おしゃれね、あなた。だってはこっちだぞっつって桃引き。へえ、ちょっと待って、私おしゃれしたい、おしゃれしたいんだけど、マップ見てここに行きたい。怒らんとってな。私公式プロフィール文にあれやろ、おしゃれをすることが生きがい言うて来ました。特別な品、はいからはいからはいから。え、メガネとか可愛くね。
趣味趣味からの、何ももらえへんの、あと。あー、わ、かぶいてんねー、これさすがに。ちょっと嫌かな。え、キツネのお面とかもらえるんじゃないの？で、このパッケージに書いてあるんやけど、ダイパのデータがある人は銀河団セットがもらえて、ソードシールドがあったらシェイミーデータがもらえんねんけど、その後の呪い狐の面と着物セット、ガーディーの姿、ガーディー翡翠の姿を受け取ろうって書いてあるんだけど、これは、あ、ゲーム中で不思議な贈り物っけ、上を押して不思議な贈り物があると。え、まだ出てこへんのこと、これ。あ、まだできひんねや。くそ。じゃあ、キツネのお面がつけたかったのに。もういいですわ、じゃあもうこの服で。許してありますわ。やばっけ、3000円のうちの貴重な500円を一瞬で使っちゃった。調査隊総神、あ、このね、これが ついてるってことね。はい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 、巻き髪た、網たば、あー、すごいいかつい。まあ長くてもいいけど、まあ雰囲気出すにはこっちよね。うわー、かわいい。あ、ま、眉毛は？あ、さすがやな、このゲーム。眉毛の色変えれるって。え？まあね、さすがにね、これはね、紺色だよね。まあなんか、一旦こっちでいいかな。うん、一旦リボンっぽいしね、なんだかんだ。オッケー、じゃあこれで決定します。はい、それでは始めますよ。あ、いいんじゃない。私や。はい、忘れ物にご注意よということで。帽子が不可になる場合もあるんだね。狐のお面とか無理になるのかな。ああ、すごいすごいすごい。樋口楓になった。よし。モチベアップ。やっぱおしゃれしたらね、モチベーション上がるからね。大事よ。しまーす。クラフト台ね。すっごい店員さん睨んでたけど大丈夫？テル。めちゃくちゃ睨んでんで、テル。お前、睨まれすぎやって、さすがに、それは。何したん？めちゃめちゃ睨んでるやん。え、これ全部使っちゃっていいの？さすがに欲張りすぎ？ 10 個とかにしとく？あ、一瞬で作れんねや。やっぱね、スーパーボールとかもこれ材料使うよね。ケチケチ使ってくわね。はい、前にも説明しましたが、小さくなるという不思議な能力が備わっています。はい。はい、記録するのがポケモン図鑑。さあ、どうぞ。あ、アルセウスフォンとポケモン図鑑は別なんだね。プレミアボールないんかな。え、お前、研究レベルゼロってなんなん？捕まえてやっただろ、私、お前のこと。これ、平野におんの？トゲピ。
アクアジェットを見た数、水の波動を見た数、おいおいおい、めちゃくちゃネタバレ食らってるって。これ切り裂く覚えんのこいつ、どこにそんな爪あんねん。羽休めツバメ返し、せっか火炎車、ドレインキッチュ、あ、寝ているところを捕まえたけど、なんかポケスナみたいだね。貝殻で切り裂くんや。ちょっとせっかくミジマル捕まえたし、ブラックホワイト時代のアニポケも見返さないとな。はい、行ってきまーす。すっごい足引きずってる私、大丈夫か。あ、俺の依頼も聞いてくれないか。報酬がもらえる、報酬額によるよ。なあ、なんだい、キムッソ知らない。おーおーおーおお、なんか進化してる。レッグーザちゃうんこれ、絶対レッグーザやって。はい、ということでケムスを捕まえてきます。か、カエデ？か、メイン？バロラント？ No! Not this is バロラント、 This is ポケットモンスターアルセウスレジェンズ、 OK? Not バロラント、 Thank you、 OK? Here we go、 ケムス捕まえるか。おー、走ってる走ってる。オーケーオーケー、Thank you。はい。うん、うん、うん。あ、これね、タスクね。研究ポイントを貯める。うわー。回避。私は初等科の F4 にいつも入れてたよ。マビノギの回避は。ランクが上がることに4回連続回避とかできたけど。果たしてポケモンはどうなのかな ?Do you play Valorant?No, no, 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 no! No, I don't play Valorant!Sorry!Because I won't play to Pokemon!Anytime. Thank you. Play Horizon 5. No, 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 no. I love Pokemon. Thank you. Overseas, it's popping up. Valorant, right? Now. Fuden.ZL でポケモンに注目したまま図鑑を開く、すぐに確タスクを確認できる。無理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 、どんな捕まえるの、でもかわいそうやって、使われんくなるやろそいつ。オンリーポケモン、イエース、オンリーポケモン、ソーリー、あ、いやいやいや、来ないで。え、今当たってある、どう考えても。ふざけんなよ。ちょっと待って、この距離ミスんのやばいやん。ああ、 I hate you。 しかも捕まえるだけで経験したもの、うめえな。あ、あ、すいませんすいません、やってないやってないやってない。ムックル足早っ。キーマウでやりてえよな。無理な、任天堂さんキーマウ打ったら多分めちゃくちゃ儲けますよ。
ちょっと待ってね、さっき言われたことやってみるね。これしてめちゃくちゃ難しくない？ムックルが捕まえた数25、見つからずに捕まえた数か。はい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 。倒した数、進化させた数ね。ワンバンしたらあかんねや。めちゃくちゃ逃げてくよあいつ。うわー、腹立つな。どこ行った？なんやこいつら。私のこと嫌いすぎやろ。ジャイロがある？ちょっと待って、コリンクお座りしてんねんけど。無理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 、ちょっとしゃがんでいくわ。え、あのコリンク、いい子すぎん？え、かわいすぎん？かわいい。そんなことあるんや。ごめんな、コリンク。で、え、ちょっと待って、私は今からあれよね、イーブを捕まえるんだよね。あ、あれ？イーブを捕まえるんだよね。あ、なんかおるおるおる、おっさんおる。なに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 、キラキラしてる石。あ、ブイ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 おるやん。相棒のポケモンに壊してもらいな。無理ですよ、うちの。待って、壊せ。お前ようやるな。人殴りでいったか。ちょっと ブイブイ捕まえるね。草むらもなんもね。あああああ、あ、え、お前、あ、待って、私モンスターボール投げたつもりやってんけど、お前出しゃばってくんなって。不意打ちってこと今。あ、人間の不意打ち。え、かわいそう。様子をかかってるわ、優しい。違う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 、モンボ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 。さあ捕まえれるか。まあ大丈夫。これ逃げたりすんの途中で、サファリパークみたいな感じで。あんなことないんだ、普通に捕まえれたわ。もうやめろよみじまる。お前絶対に出しゃばるな。あら、すごいすごい、おー、泳いでる泳いでる。溺れんの私。溺れた。ほら壊せ壊せ壊せ、ほら働け。よし、おい、え、なになんか見られてる。私誰かに見られている気がする。はぁ、お前ふざけんなよガチで。レベル2ってなんやねん。もうやっておしまい。勝った。みじまる、お前何ができんねん。特攻が高いんかこいつ、 HP が高いんか。救助に当てられたし、レベル2のザコに捕まえてやるよそいつ。のいてな、ほら
危ない危ない危ない、私が死ぬってこんなんで。ちょっと待って、ケムッソ探さなあかんのよ、ケムッソをな。あ、くそ薬草、あ、こんなんあんねや。あ、おった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 、お前そこに持ったんか。はぁ、ケムッソごときが逃げんじゃねえよ。はぁ、お前ふざけんなよ。はぁ、お前何弾いてんねん。お前なんぼ無駄にしたよ今ボール。やっておしまい。うん、そう。あ、ポニータおるやん。えぐ。私これ。ちょっと待って。もう絶対絶対ボール投げた気で持った。マジで。マジで出しゃばるな。お前ワンパンはおかしいって。お前もう捕まえる雰囲気やったよ今。こいつ意思疎通が図れません。無理です、このみじまる気まぐれが過ぎます。頑張るなってお前。何効果抜群な、4倍ぐらい入ってね。お前水技使うな、当たってけ。もう一発当てる、もう一発当たれ。お前足おっせえな、お前ピコピコ鳴ってるって。耐えろよ。よし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 、捕まえるよ。よし、日の嵐ゲットかな、これで。もう何も見えへん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 。オッケー。んで、カバン開いて、上か、上押して、みじゅまる、あ、ここで名前変えるの。あれ、傷薬ってもらえんかったっけ、気のせい。みじゅまるもう倒れます、これもうセンドフのなります。私の薬草で作れってこと。え、ギャロップじゃねあれ。え、絶対ギャロップおんねんけど。え、こんな序盤に出る。大切なものタブになってるわけ。あ、あー、ナイスナイス、ありがとうありがとう。こういうことね。60も回復すんねや、しかも。え、これさすがに私戦闘不能なるかな。気づかれますって、気づかれますって、これ無理です無理です。ポケモンじゃないってこのデカさ。いや、さすがにやばくない、大丈夫。いや、目はレベル40はレベル40は測って、お前逃げたいよ。無理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 。あ、ナイスナイス、避けナイス避け。お前まだまだあるまだある。もう避けまくれ避けまくれ。え、虐待やってそんな。
と待って、これビッパでいける説ない？これちょっと待って、シンプルにシンプルにね、にあの捕まえれんの？レベル10までのポケモンは捕まえれるんだっけ？お前寝るなって、あもう焼かれるぞ。催眠術はやばいな。捕まえれるんや。ちょっと粘っていい？これ体力どれぐらいまで減らすべきやろ？もうちょっと減らすべきか。これ催眠術パターン？めっちゃ当てるやん。で大文字やろ？なんで当てんの大文字は？そんなに、そんな技ちゃうって。これムックルの石化でいくか。ムックル、こいつ捕まえれた。どうしよっかな。もうワン転がるするか。もうワン転がる。よし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 。あ？もうボール投げるわ。さすがに、さすがに許せへん。やばい、死ぬなよ死ぬなよ。よし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 。あ、もうこれまだいける、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 いけるぞいけるぞ。やめてください。え、あいつさ、え、私ポケモンおらんけど、どうしたらいいのこれ。え、これ私が死ぬかってこと？ちょうど赤になってんけど、すっごい見られてる、すっごい見られてるわ。怖いぐらい見てる。これちなみにキャンプに帰っちゃった場合、ギャロップの体力は赤いまま？すでに戻ってる。あ、すでに戻ってんのこれ。マジで全然当たらん。え、距離感バグってるってこのゲーム。お前避けるな。え、なんなんこのゲーム、ガチでおもんなすぎやろ。は？もうえって、マジでもうやめてくれ。
なんで避けんねん。なんもなんも、もう一文同じになってもだ。ちょっと待って、戻るわ。ここよね。休みます。少しだけ。よし、で、ちょっと作るわ。オッケー、もう全部作った。もうスーパーボールとかいらん。買い物。元気のかけら一個買うか。どうせ金使わんやろ。オッケー、持ってこう。いきまーす。スタメン変えようぜ。確かに。道具箱じゃない。ポケモンはこいつか？こいつに言ったらいいんか？牧場なんだ、しかも。あ、全員弱いわ。もうワイルドボルトとか使われたら無理でしょ。こいつと交代。キムストとか焼かれて終わるやろ。ポニータもお前レベル3なんか。いや、ポニータ連れてくべきなんか。アクアジェットでワンチャンダメージ入るん。え、こいつ電光石火しか覚えてないねんけど。バグ？お前アクアジェットで詰めてきてやろ今。何考えてんの。あとビッパの方がマシじゃね。今作金ないんや。ポニータの特性、このゲーム特性がないらしいわ。あ、イーブイ探そうっと。もうあんなやつ知らん。もうあんなほんとにあんなやつ知らん。ここでギャラップ捕まえたらでかい？もうでかいんか。これちなみにさ、後ろからこっそり行って襲うか、ポケモンバトルした方が脈あんのか、どっちなんやろ。まだ言うこと聞かない。木の実にある、木の実歩きにポケモンを投げる。 OK。 まあ、一旦 EV 探すわ。ほら、たらけ、ついてこい。あ、星の砂、まあ、ええもん拾ってきたな。からの、あ、ここからも、あ、おった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 。ボール投げて無理やったら、あ、やばいやばいやばい、もうあいつやばいって。ちょっともう、ワンボールしていい？ワンボール、ボール投げるだけだったらタダやもんな。まあ、クラボの見ちゃ、クラボの見ちゃ、クラボ。絶対無理。絶対無理です。絶対無理です。100円チャレンジ失敗。無理。無理。絶対、もう絶対いつか捕まえてやるから覚えとけ。あ、めっちゃ木揺れてんねんけど、だ、え、なんかおるってこと。あれ、頑張れ、溺れるな。え、お前ガチで言ってる？
それぐらい。プールでどんだけ泳いできた思てんねん私が。え、イーブイはこの辺にいるのかしら。着衣水泳気合で泳げよ。まあ、それあ、万人に万人、万人にに、に万人万人。お前、みじまる出てくんな。そや、ぼう、あ、バレた。待って、待って待って、めちゃくちゃ怒ってんねんけど。そう、万人。まあ、来るなよ虫、虫来るな、来るな、おい虫来るな。お前じゃねえ、全然呼んでないから。もう頼むから来んといて。一回ね、あ、捕まえれた。マネネレアじゃね。いいよ、 EV の場所教えてよ、リスナーさん。全然教えて。違う、全然悔しくないから私。ここら辺だったよね、ギャロップが。ネタバレ、EV に関してだけいいよ。全然私リーフィアのために会うから、ために会いたいだけだから。草の北の草原でレア出現、ここってことね。ギャロップの近くね、オッケー。 EV のこと以外はネタバレ禁止やけど、いい、そんなだって。そうやろ、ホッキョクグマがどこにいるかなんて常識やん。それと同じよ。じゃろ、ゾウはどこで出るかっつったら、それ暑いところやん、サバンナやん。それぐらい教えてくれてもええやん。イーブイすぐ逃げる、オッケー。もう嫌や、お前の顔見たない、見とない。大丈夫やで。そんなここで何が出るぐらい、そんなもうポケモン図鑑書いてあるんがええって。働け。よし、そうや。ちょっとマップ見るわ。ここらへんってことよね、ここらへんってことよね。つまりちょっと周回しよう。 EV はイタリアの森イタリアまで行かなあかんなったし、無理やって。それやったらラブライブの聖地巡礼するわ。そんな、そこの縦ラインここってことね。さあ出てきなさい、たくさんお世話してあげるから出てきなさい。怖くないわよ。さあ出てきなさい。2時間耐久して12時間耐久して出んかったってこと。え、ちょっと待って、そんなにシビアな。ね、完全にボール投げたつもりでおってん私。これ多分あれよね、マップ出たり入ったりした方がいい。オッケー、ぶっ飛ばせ。金橋耐久、あ、これいけんな。一度逃したら二度と出会えない、まるで運命の人のようね。はあ、お前その体力で出てくんなよ。はあ、逃げるの？ポケモンって、ポケモンって逃げんの？無理。は？ふざけ
んなって。これビッパ全員掃除したら出てくるとかない？そんなさ、もう雷光とか水君とかね、ラティオスラティアスとかってわかるよ。さあわかるやん。もうポニータのレベル3のメスがよ。何してくれてんねんほんま。これ出えへんやつやな EV。 これワンチャンこの配信でするべきじゃないな。面言かどっかでダラダラするべきことだなこれ。 EV 耐久ちょっと別の枠取ってやろっかな。一回帰った方がいい。 OK。このロム出ないよ。嘘。私ちゃんとポケモンセンターオンラインで買いましたけど。ねえ、ポケモンセンターオンラインで課金して買いましたけど、私ちゃんと 100% ポケモンさんにお金行くようにしましたけど、代理店とか通さず。ブイブイね。うん、もう捕まえたんけど。バチチャピチャチャパ。あ、力尽きるんね。はいはい、特定の技ね。もうタスクをこなしてて無理やって。ちょっと待って、図鑑のまだちょっと見方がこれよね。これアクアジェットを見た数とかそういう感じ。今作はVズじゃない。今作は普通に翡翠地方のポケモン楽しみたいから、まあ、あのリーフィアは捕まえる推しやからね。あとはそんなこだわってないかな。戦え。このブイゼルのアクアジェットを見るってかまず無理じゃない。あ、育てて覚えさすんだ。あー、なるほど、そういうこと。オッケー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 。あー、もう全部わかった。とりあえずミジマルを嘘、ブイゼルが倒れた後からクソ生えてきたで。そんな切ないことある。これあれか、海を渡れるポケモンとかもそのうち出てくるんだね。つまりはじゃあ EV 探索ついでに、これは絶対に通るべき道ってことよね。通らないといけないってことよね。だって EV はマップの文字の左下にある三日月型のここね、こっちってこと。つまりわきスポット、あ、2か所あるんだね。はい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 。でここ往復してる間にブイゼルのレベルを上げつつ、私誰にから見られてる。無理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 、怖い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 。どこどこどこ、お前か。文字が書いてあるとこね。ここらへんってことね。ここね、わかった。ほら働け。よし。あ、これさ、経験値たまるんやったらブイゼルにさせるか。木の実
取り掛かりを。ほらほら、こっちもや、こっちもや、こっちもや、来い、戻ってこい。ほらよし、レベルアップしたね。えマイナス押して、私無理、ごめん、方向音痴やわ。スタンプもうピンつけるね、こっちか。よしよしよし、ほら働け。お前なんや、喋りかけてくんな。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうなんですね。あ、傷薬、あ、ありがとうございます。あざす。未報告タスク、ほんとだ、未報告タスク。ごめん、これを博士に持ってかなあかんってことね。ほらマップ上の水たまりが多い場所も左上にもいる。ここってことね、ここってことね。オッケー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 、ありがとう。一旦アクアジェットまでお散歩するね。ここらへんってことよな。働け、嫌やな、こんなポケモンの働かせ方すんの。さすがに泣いちゃうよ。ほら戦え。 EV はそもそもこの時間帯出てこないってこと？私のあれスイッチの時間がおかしいのか。シンプルにこのゲームって全然違う系、時間列がスイッチには対応してない。ゲーム内時間、オッケー、ほら戦え。なし、ここ邪魔。無理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 、あいつどんどん威力上がるって。あ、ボングリもろた。え、ボングリが出たということは、つまり 1+3+5+8+9 をすると26なので、そろそろ乱数的に EV が出てもおかしくないと考えてもいいのでは。サトシごっこできりゃ。危ないピカチュウ、大丈夫か。やばいな、このシステムのポケモン時間解けるな。なんかこういう系のゲームってなんて言うんやっけ、モンハンとかってなんて言うんやっけ。リッパの掃除は意味ある。ブイゼルにアクアジェットを覚えさせて、もう図鑑タスクを成功させないといけないから、もう掃除清掃しつつ EV も探して一石二鳥になればいいなって感じ。オープンワールドか、そうそうそう。私がやってたネトゲはモンスターを捕まえるっていうよりかは、こう調教して駒のように操る的なものが多かったから面白いね。ポケモンすらおらんくなったな。普通はそういう系だよ、うん、そういう系やと私は思ってたけど。うん、なんて
トゥルナオモリンイバオッケー。あ、覚えてるやん、アカジェット。ちょっと待って。きた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 。よし、ナイス急所。お前は時短の天才だよ、ブイゼル。ミジュマルより使えんじゃね。おいおいおい、ミジュマル頑張れって。レギュラーの座奪われんで。いいんか。あ、朝になった。ムックルか。朝になったね。よし、これで図鑑、倒した数、捕まえた数、アクアジェットを見た数。これさ、大きいサイズとか分からんでしょ。電気タイプの技で倒した数。これはちょっと一旦その矢印の方行くね、私。あ、なんか朝だと BGM かかるんや。出現したら一目でわかる。好きな人の目で追っちゃうもんね。そりゃわかるか。あ、ね、ちょっともうここにはいつ戻ってくるかわからないので、ちょっと最後。あ、怖い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 。リンチされる、リンチされる、リンチされる。さすがに怖い、ここ。この合計値が合計10になったら図鑑が埋まる。なるほど。オッケー。もう全もう分かった分かった。もうこのゲームのシステム分かったわ。ありがとう、教えてくれて。さっきのギャロップはもう素ででかいんじゃない？どうなんやろね。で、一旦上戻るわ。あ、そうか、マップから戻れるの忘れてた。ここね。ここね。で、こいつに話しかけると。報告します。レベルと数によって。おお、こんなに捕まえたん。いや、まるでゴーやな。なんかポケモンのゴーがポケモン捕まえすぎて虐待じゃね、なんか嫌じゃねみたいな、ポケモンの倫理に反してねみたいな感じでさ、すっごい叩かれてたけど、ほら、サトシのサファリパーク、サファリゾーンみたいな感じで。でもなんかそのゴーが普通に許される世界だね、これ。そのためにゴーってもしかしたら作られたのかな、アニポケ。お、金返ってきたわ。うんうん、レベル10でページが完成しますと。はい。ん？ん？研究不足？あ、これ埋まってるわ。あ、すごい、サイズが書いてあるわ。19キロから21キロ。あ、ブイゼルは特にやっぱ体重が重い子は重いんだね。ポニータを重っ。 OK、 終わる。リッパやムックルがおすすめです。ファイト。え？あ、嘘。ちょっと待って。お前ら研究すぎすぎやろ。もっとお洋服とか楽しませてくれへんの。ちょっと待って、待ってな。任務リスト見るね。これだよね。研究ポイントの目標を達成するから、ビッパとムックルを捕まえまくらなあかんってことか。一回寝れば脇が変わる。オッケー、ちょっと寝るわ。
ちょっと寝よう。あ、すごい、朝まで昼まで、へえ、選べるんや。お昼までここで時間調整するんだね。面白いシステムやな。ポケモンじゃない、ポケモンじゃなくてマネね、手持ちに入れるか。うん、なんかいいんじゃない、いい構成になってきたんちゃう。で、買い物は15個買っとくが、よし、行こう。まあもしね、イーブイを捕まえれた時にね、果たして私は誰をリストラするかの話なんですけれども、誰をリストラしようかな。買わん方が良かった、嘘。めちゃくちゃヘイト買ってる。他にもっとお金使う？え？なんかないの？お金稼ぐ、楽に稼ぐ方法とか、このゲームないの？あ、DIY しよう。じゃあちょっと材料を集めなきゃいけないね。まあ、ミジュマルか、ボイボーイがいなくなるんだろうけど。お前、赤ジェットで締めろ。ブリゼルに見せつけてやれ、お前の攻撃力を。お前、全然入らんやんけ。え？ミジュマル、お前、別れてたれ。よし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 。やべ、倒したあかんやん、お前。捕まえなあかんって。よし、1000円で売れる砂が、あ、星の砂ね。あ、つる、え、剣舞覚えんの？めちゃくちゃアタッカーやん。え、じゃあこれさ、ポケモン捕まえるよりワンチャン倒した方がお得説ある？え？これ1回の探索で30匹捕まえたら1万かな。図鑑はどうやって見るんだったかな。790円しかな、私。ちょっと待って。あ、無理。下？下ボタン？マップの時しか見れへんね。オッケー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 。まあ、一旦ね、一旦捕まえよう。そろそろ手に入るでしょ。よし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 、ナイス。で、ムックル野郎ね。お前逃げるな、三方向に。忍者か。サンちゃうねん。え、ムックンの顔が可愛いな。は？一発目から逃げんなよ。ナイス。お前臭いんちゃう、みじまる。いや、お前絶対臭いって。ちょっと待って、ちょっと待って、ブイゼルでやってみるよ。ほな、
え、お前も臭い？ちょっとうちの水ポケモン全員腐ってるかもしれん。やっぱりシャワーズしか勝たんってこと？戦闘なしゲットの方がいいかもな。もうので手に入んのおもろいな。あ、あ、逃げんな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 。お前水嫌いやろ。そこまでして捕まりたくないんか。なんやあいつ、許さん。はは、お前なんなんこのゲーム。え、ポは意志を持つなって。ポケモンがなんやねん。もうええねん、やけどやけどを気合で治すか、そういうのだけでええねん、意志持つのは。なあ、ほんまに。これ渡れる？この水はさすがに渡れるよね。草むらに隠れる。私、脳筋だからね。このプレイスタイルが果たして合ってるのか。おはじめーってなるのか。なんかおる。逃げるな逃げるな逃げるな。何もいないよ何もいないよ何もいないよ。ちょっと待って、私もうブイゼル捕まえても意味ないんじゃん、これ。ワンチャン。え、そうよね。ブイゼルってもう意味ないよね。もう埋まったよな。ケモスあれ寝てるやろ。絶対寝てるって？これ図鑑一気に埋まるでしょ。あ、軽いサイズやって。お前ちびっこやったんか。ごめんな、起こしちゃって。お前は門番のところに行くからな。軽いケムスなんて吹っ飛ばされるからな。門番のところに行け。 あ、夜は寝てたりするのかもね。このビッパとかどうやって捕まえんの？もう無理やん。しゃがんで、こういうこと？え？なんで逃げんの？ポケモンにカーソルが出てから ZL。 オッケー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 。え？穴を掘るして逃げたって？ああ、木の実を投げて誘導するってことね。はい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 、 OK。 ピッパピッパ消失したな今。よっぽど私のこと嫌やったんやろな。ポケモンに核がついたから。はい、ちょ、推しおらんくね、私の教え。まだ主おるし。
もう主よったら何もできひんって。こういうことね。今私はモンスターボールだと思ってたから、すべてが違う。もうやりたいことがすべて違う。ちょっと待って。こうするやん。こういうことね。さすがにゲットできるでしょう。はあ？はあ？1個無駄にしたってマジ。不安っておる。これはこれめちゃくちゃ攻めてくるねんけど。これさ、アクアジェット絶対ワンパンよね。うわ、どうしよう。おお、速攻モンスターボールでいけるかな。赤で耐えるかな。やってみるか。レベル2と7は硬っ。不安って硬っ。全然耐えれるやん。結構なんか平等だね、レベル差っていうか。丸いね。おめえ、牛よけそうまで手に入ったわ。もうマジもう自分が何やってんのかわからん。捕まえたし。アルケムッソでダメージ計算ね、なんか全然違いそうね。なんかそこにおんの？お前ケムッソかよ。またランカクーわ。オッケー。こうね。オッケー。ランカクーわ。不安定は捕まえた数、進化させた数、子供と遊ぶ不安定の調査。そんなポケモンスナップみたいなことできんの？ランクグはい、お持ち帰り。は？出てくんなって。なんか見られてる、私見られてる、絶対見られてる。これゴーストダイブして近づいてくるやつじゃん。不安定は子供をさらうポケモンだからね、あの世へ。
だからまあ理にはかなっているけど、まあ、逃げるな。ストーリーは進めない感じ。いや進めてんねん。今あれよ、図鑑の更新をしてるとこやね。これしなあかん行事だよね。あ、殺せた。そうなのよ、こういうゲームらしいのよ。本当はね、なんかいろんな、あら怒ってる怒ってる怒ってる、無理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 、助けて。図鑑運営は言うこと聞くレベルに、そうね、左右されるんだね。 OK、 はい、ナイスわー。で、下押して図鑑開いて、不安って研究レベルゼロ。だいぶ捕まえたけどまだ無理な。これもう、ムックルがまだ埋まってないってことかな。私、あ、報告したら埋まるんだ。オッケー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 。じゃムックルだけちょっと最後乱獲して終わるか。これでさすがに外出れるでしょう。ムックル見つからずに捕まえた数、捕まえた数、 OK、 倒した数ね。ムックルなんてどこにでもおるって思うやん。おらんのよそれが。報告したらレベルが上がる。 OK、 すっごいあれやね、雑談配信向けだね。BGM おしゃれすぎでしょ。しかも夜は寝てんのかムックルが。オッケー、超ムーディーなんやけど。朝まで寝て、ね、全然なんか和風オンリーなのかなと思ったら全然そんなことないね。報告しまーす。ふっ、毒々しいな。お、結構いいんじゃない？おっしゃー、これで報告をしに行くと。だいぶスローライフやね。あつ森みたい。ムックルが好きなもの？あ、完成したら完成できるわけないやろこの短期間で。無理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 。レベル3のこいつかな。こいつ、はい、あげる。ああ、悩む。あげちゃん、あげのすけ、あげまる、あげまる。ああ、バイバイ、ケムッソ、さようなら。え、金じゃなくて蜜な。キ
ミ。うん、元気でね。あんたは何の任務よ。コリンクの耳？はいはいはい、コリンクを捕まえたら見せてくれ。オッケー、もう捕まえた捕まえた。ほらレベル9。いやーこれレベル4見せるわ。丸い耳の模様はかわいい黄色い十字ありがとうっていうことで、かわいいなぁ。リンクって作画とか言ったらあかんけどめちゃくちゃいいよね。ポケモンセンターオンラインでもコリンク兄弟のグッズとか出てたもんね。結構デザイン優遇されてる説あるよな。トナデ様、ん？どうですか？よし、中人になった？やっと下人か私。待って、1 10個も欲しいあんの。あ、そう。10個ですか。よ、5つ星ぐらいのお値段。いや、めちゃくちゃ時間かかるね。しかも疑問に一つ思ったのがさ、例えばミジュマル持ってるやん私。あ、日の嵐がめっちゃ見える。ミジュマルの図鑑埋めようと思った時に、ミジュマルの次の進化系私ポッタイシやったっけ、なんか知らんけど、それになったらミジュマルの図鑑はもう埋まらなくなっちゃうのかな。それでも進化系まとめてなのかな。あ、お祝い？ありがとうございます。あ、埋められないんだ。二ち丸、へえ。あ、野生でも出てくるんだね。楓向きかな。まあしょんぼりすんな、大丈夫大丈夫や。マサトみたいなもんやお前はな。それやったら星を埋めるのを優先したかったら、ミジュマルで切り裂くまで覚えさせて二ち丸にして、二ち丸の図鑑を埋めてからレベル90ぐらいで土台とすかなんかに進化させるべきなんだよね。え、お前ポケモンバトルできへんの？無理無理、お前何のポケモン持ってんの？もしかしてモクロ？待って、お前モクロ出すやろ絶対。私コリンク、うわ、ちょっと待って待って、モクロを出すんやったら私、うわ、炎タイプがいいね。水タイプが2匹もいるから。6対1、いじめやん。ポケモン効果、なに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 。ちょっとやってみいひん、ちょっとやってみいひん、みんな適当に送るわ。全然弱いポケモンでもいい、ちょっと試してみたい。どんな風に交換の画面ができるのかちょっと試してみいひん。
EV じゃなくてもいいよ全然。そのポケモン交換のその何和風な感じの交換がちょっと見てみたいだけ。35分00になったら押すわ。アルセウスはいらん。ん？ミラクル交換って何？あ、剣盾であったやつ？で、しかも今作って育て屋さんとかあんの？育て屋。育て屋さんあるんやったら、ね。陸上グループやったら、めんどくさいか。番号入れないとダメ、オッケー。育て屋さんないんだったら、ちょっと待って、私インターネット繋がってるよね、さすがに。よし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 。あー、卵がない時代か、そうかも。じゃあ、1435 0000。それは14時35分00分00秒だからね。じゃあ35分30秒になったら OK 押すわ。あ、育て屋さんは金銀から。へえ。育てやす…あ、卵が見つかるのが金銀ってことね。あー、あ、ゆきさん、じゃあちょっと、じゃあ私のレベル…あ、すごい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 、ちょっと待って待って、左上で選んでる画面見れるんや。不安ってあげるわ。育て屋さんはそうだよね、なんかポケモンのあれにもあった気がする。霞のコダックがポケモンの預かり屋さんに預けられて、でもなんかその近くの店のレストランの店主がどうしてもコダックが見たいって言うから、コダックをやっぱ育て屋さんごめんなさい引き取りますって言って引き取ったものの、それがこうロケット団のヤマトと小三郎のね育て屋さんやったよね確か。ユキさ、もしかしてさ、わさリスナーさんじゃない説ある？あ、なことない。これあ、図鑑埋めるためにスボミーからくれたのかな。そうそうそう、一般の方やったらごめん、こんな雑魚な不安っていらんよな。おお、え、そういう感じだ。まあ、確かに銀河ではあるけど銀河ではあるけどそういう感じなんや。ありがとうユキ、ごめんな。え、もしかしてスボミ返してほしかった？ありがとう、おかげで図鑑埋まったわ。いや、これ見てよ、見てよかったわ、マジでおもろい。え、これなんか交換なかなか交換とかしないでしょみんな。技術力すごいよな。もうそんなロケットとか作れるんやったら普通にいけるくね？こんな時代では終わらないでしょ。もう一回見たい。143900でするわ。じゃあ次143900000ね。39分になった瞬間に押すね。木の実でできてるのにっていうか、
あの何材料的にさ、石とさ、木の実、ボングリだったでしょ。え、そんなことある？ゆきさん来てくれた？もしかして。私なんかてっきりこうゴーリキーとかカイリキーがこうモンスターボールを持って手押し車みたいなのに乗せて太郎さんありがとうこう運んでくれるもんやと思ってたけど、これでいいかな。不安定で。あー太郎ありがとうな、気遣ってくれて。なるべく自分でも見つけるけど、この EV は太郎の好きな進化先に育てるよ。じゃあ、あ、ボングリがそもそもすごいんかもね。はい、さよなら。いや、もうこの中にいるポケモンがかわいそうよ。絶対熱いやん。あ、すごいすごい、スーパーボールや。いや、これ、ま、万が一でもマスターボールでこれ来たら、あまりの情けなさ。あ、いや、この鳴き声を求めてたんですよ。ありがとう太郎、大事にするね。な、何がいい？もしシャワーズがいいんだったら私はもうミジュマロ育てへんし。それは言い過ぎたけど。ありがとう。足止めをして悪いな。正直に言うぜ。どうした？無理だろ。あ、はい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 。相棒はいるけど。あ、ピカチュウ！玉ざらしありがとう。リスナーさん同士で交換した人もいるのかな。うん。で、ピカチュウのさ、影がめちゃくちゃドットなの、すっごい気になるんだけど、これ見える？みんな。これ。ここもなんか旗なのかわからんけど。こんなに雲のさ、こんなに雲の影すごいのに、ポケモンの影とかなんか近くの影だけドットなのは、何か意図があるのかな。相棒のピカチュウだ。頭が真っ白になって。はい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 。原作準拠なのか、いや分からん。エレキを出せるんだよ。かわいい。ピカッ。お前を見てたら相棒と力を合わせないと調査団の仕事もままならないなって。だから俺が一歩踏み出すために勝負だ。この BGM なんね。え、しかもすごい、訓練場がちゃんとポケモンのフィールドになってる。え、レベル高かった。無理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 、レベル高すぎ、無理無理。え、もろ、ピカチュウもろ。あ、麻痺しちゃった。先生先生、全部先生。おい、動け動け動け。あ、なんでライバルがさ電気タイプって教えてくれんかったん。みんな選んでなかったって。でもそんな逆境を跳ね返すのが私の相棒だ。やっておしまい。強っ強っ。お前最初から出てこいって。ブイゼルレベル上がらんかった。ごめんブイゼル、すごいよなーって。ピカチュウ、ピカチュウいじけてるやん。めっちゃもうどこ見てピカ言うてんねん。お前ちゃんと見てやってくれ。あ、そう、あ、ボールに入れっぱなしだったんだ。仲良くなるところから始めないとな。いや、そうね、夏気度がね大事だよね。ピカチュウは電気タイプ。あ、ムックロールって後ろに。あいつには効果抜群やで。ピカチュウ
でかっ。ペリーラ、ちょっとちょいと指南したくない、いいってそういうの。古武道の師範、いらん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 、いん、力技、早技、2回も攻撃できる。早技、力技、普通の技は切り替えを左右で指示すればいい。え、回転マークがついた技は早技、力技、切り替えてできる。早技はピピ使う、あ、両方ピピ使うんだね。技の威力が差が、あ、じゃあさっきのギャロップは早技でワイルドボルトしてたけど手を抜いてたってこと。許せねえな。よし、行きますか。なめぷされたな、完全に。ただでさえ素早さ早いのによ。ヨネニア、オッケー。なめられたな。いや、もう絶対いつか捕まえてやるから。マジで覚悟しとき。これ私の家、一旦戻って。私の家どれやっけ？ん？私の家どれ？あ、農場？ナバナ。え、これめちゃくちゃあれやん。1個目のジムのナタネさんの髪型そっくりじゃない？先祖か。いや絶対そうやん。ヘイハチ、お父様っていうか、もうおじい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 様くらいじゃない、多分。へえ、なんかつながりあるんだね。あ、ミオってお前、ちょっと、休むわ。失礼します。ちょっと休ませてもらっていいですか？は？休めへんの？自分ちで。あ、人んちや。ちょっと待って。なあ、自分ちどれ？待って。え、もしかして私んちなくなった？あ、小豆屋さんってこれ？放牧場？はい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 、ポケモン預けていくか。ここはボックス？スキル習うしない？スキル習うする？いいよ。スキル習うしようか。ブイゼル回復したん？結局。回復してるわ。心配して損した。ほな、こちらの方行かしてもろって。御三家何にしたん？ちょっといろいろありまして。ピカチュウと相性悪いやつになっちゃった。おぉ、ワットソン。はい、悲劇があります。背面取りの術。背面にボールを当てることで驚かせ、はい、有利になるのですよということでね、はい、後ろからやると。はい、その日を楽しみにしています。ありがとうございます。いいキノコのレシピがある。お腹すいたな。飯の話すんな、マサヒコ。キノコ寄せ玉？
あ、はい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 、キノコを1個持ってくるってことね。了解しました。うん、ちょっと待って、これキノコ？ボングリか。あ、ウーバーイーツすんなよ。4年の依頼、新しい依頼。これどうやって渡るん？ここで渡れんの？ここで渡れんのかな。あ、橋があるんだ。へえ。めちゃくちゃ発展してるな、村。てかここ草原。ほら、私を守りながらボングリ拾いなさい。あ、ゴンゴンおるやん。ゴンゴン失礼しまーす。ん、あ、おすすめ教えてくれた。失礼しまーす。すっごい派手な服着てんな。やばいやばい、人がどんどん出てくる。名前覚えれるかな私。すごい、脅し家のレギンスこれ。カエデです。えへへへへへへへ。あ、リングマか。あ、キャプテンのヨネ。ヨネさんいい人なんや。ポケモンを戦わせる腕前の あります。そりゃよかった。警備隊の若造では歯が立たないから。え、ここの先そうなの。あ、相棒のゴンベ。どうしてカビゴンに進化してないの。ゴンベ、ええ、あ、戦うの、戦うの私このゴンベと。ま、待ってもらっていいですか。ちょっと待って、レベル上がってるって。いや、タイプ1が重すぎる。ちょっと乱数やと思いたい。ナイスナイスナイス。いいよいいよ、足速いの最高。足速い男の子かっこいいから。全然乱数じゃなかった、ごめんブイズル。お前は死んでばっかやな。そしてこいつが出てくるんだ。許せるか。お前、お前は急所でそれか。耐えろよ。よし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 、貝殻が割れてまで私のことを守りなさい。ねえ、ナイスは。ブイゼルごめん。あ、技回転。お前ピッパかなんか覚えんの。ごんもう。ご苦労さん。あ、ありがとうございます。ちょっとうちのブイゼルのレベル上げてもらっていいですか。あれ、あ、はい。何ですか。元気のつぼみ。みなさんこんにちは。あ、親分退治。いや無理無理無理です、絶対無理です。もう私もう知ってるんです、親分が誰か。無理です、やりたくない。いや無理です。獅子の高台。お前なら親分も平気。いや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 、神王様。時間を操り宇宙を作られたとされている。結果翡翠の大地が生まれ、ポケモンたちが暮らせるようになった。そんな神王様を上がるため海を越え地方に集まり定住し始めたのが金剛団。銀河団ではなく金剛団ね。はい、その世話をするのがキャプテン。高台に姿を見せるポケモンも神王様の加護を得たポケモンの血を引いている。ほー、
なるほど。つまり私が偉い人になるってこと？ちょっと待って、もうボールと間違えた、もう最悪、お前でしゃばるな。後ろ回って、エイム合わせて。お前笑うな、お前私を見て笑うな、お前あ？もうお前右手どんだけ広げてボール投げんねん、ちゃんとまっすぐ投げてくれ。もう誰も怒らんから。失礼しまーす。登ろう。あー、クラブの実ね。もう3つ持ってるわ。はい、どうぞ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 。もう知ってる知ってる知ってる、知ってる知ってる知ってる。うわ、15個、太っ腹がすぎるやろ。はぁ、登ろう好き、全国のノブローに感謝するわ。ピーピー草、いや、出た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 、たけし、私モンスターボールと間違えた。しかもここら辺レベル高すぎん？まあ、歯たたんって。玉石落としてたけど、お前どこの部分やそれ、自分の。あ、ムクバードおるって、上に。ちょっと待って、あのね、ブイゼルじゃなくてね、そろそろね、ミジュマルの図鑑埋めをした方がね、いいよな。理由はね、無理。ちょっと待って。理由としてはね、進化できひんから。あー、痛い！お前、岩が飛んでくんなや！暴力すぎるやろ！帰れんねや、すごい。ここでいいや、もう、あ、ねえ、高台ここでいいと思わん？もうバッテンついてんねんけど、お前やめろよ、私のこと落とすなよなあ。あ、座ってる？リラックスしてんの？待って、ちょっと待って、お前か？うん。ああ、そうかそうかそうか。うん。ほんで？うん。ああ、じゃあ自分が面前はんねんな。オッケー。
よしよし、じゃあ一緒に行こう。もうすごい固い意志を感じたよね。俺はミジュマルなんかには負けねえって言うてるもん。だから俺を使ってくれボスって、すっごい今気持ちを伝えてくれた。まあそう頼まれたからもうしゃあないよな。ミジマル使いたい気持ちもわかんないけど、ミジマルじゃあ出すか。まあ初手座るな、初手座るな。なやその顔は。あ？あ。これなんや。続きは何なんや。あ。ほんで？もっともっと体動かしてみろ。ほら動かせよ。あ、そうやそうやそうや。あ、その貝殻で戦うんやな。じゃあこれから信じていいんやな。ブイゼルに負けへん。よし、じゃあ行こう。じゃあお前のこと信じるよ。なんだけね、アピールされちゃったらね、まあ使ってやらないね。ちょっとかわいそうだもんね。全国のミジュマルファンが怒るもんね。もうすでに怒られそうやけど。ほら、いや虫多すぎん。虫あ、もうポケモンやと思ったら全然違った。あわいな、虫多いな。おるおる、向くホークおる、向くホークおる。え、向くホークやん、絶対虫ポケでしょあれ。え、私もしかして、私もしかして死ぬ？これ。これムクバード？目が赤いだけで。このバードはザコイ。ギガインパクト使う。あ、目が赤いのはバトルせな無理ってことね。オッケー。このゲーム、あ、やばい、 VV が寝てる。ちょっと待って、この寝てるブイゼル捕まえたらポイント上がるから。え、え、お前四足歩行で走んなって。あ、無理無理無理、挟まれた挟まれた挟まれた、無理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 。ミジマル助けて、壊せ。でそのかけらないっす。ケイシーおる。もう気づいたん、あいつ。絶対レアポケやん。戦わせるか。普通のね、普通のムクバド。お前野生のポケモンの方がレベル高いってやばくね。さすがにチキュール。様子を伺ってくれてんだけど。やばいって、このムクバード捕まえたらお前スタメンになるぞ。え、スタメン決定したわ。え、
よかったな。お前もレベル上がったんか。よし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 。よし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 。ようやる気見せた、お前。偉いぞ。偉いぞ。そやな。水の波動が15。捕まえた数無理でしょ。進化させた数無理でしょ。早技、力技でワンチャン見れるのか。もう切り裂くとか無理じゃね？こいつ。わわわわわ、でっかい虫おる、でっかい虫おる。まあ、いけるか。その前に、その前に、その前にな。その前に、これをフォーカスを合わせて、ちょっと待って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 。まだやで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 。あ、主や、主や、あいつ主や、無理や。全然無理や。登れ。おー、やめろやめろやめろ、ついてくんなついてくんなついてくんな。ちょっと待って、ケイシーのさ探索能力、あ、これどうやって捕まえたらいいの。あ、近寄ってきてくれた、もしかして。え、ここから狙うしかないか。こういうことね。わーお、来たわ。これケイシーって捕まえときどくなのかな。なことない、そんなことないか。ズバットがすっごいカクカクで動いてる、向こうで。じゃズバットを捕まえさせてもろって。あ、無理無理、行け行け小僧、小僧頑張れ。あ、お前寝るなよ。よし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 、やっちまいな。よし、いいぞ。小僧、わ、出るんかよ、舐めやがって。よし、ナイス。よう、ようやった小僧。戻ってこい。お前16レベル進化とかじゃないの？結局のところ。結局のところ大丈夫なん？切り裂く灰覚えて。水の波動とか何レベル覚えんの？で、問題はですよ。問題は、は？その距離当ててくんの？チートやろ。やめろやめろ、エアスラすんな。上がるやん、上がるやん。やめてください、追ってこないでください。押すんじゃん。一旦一旦ね、獅子街道行こう。獅子街道、オッケー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 。ちょっとだいぶね、だいぶ遠回りしちゃったけど、ポケモンもゲットできたことですし、お願いします。姉さん、ああ、しんどそう。
親分観察ね。ここに親分来るとかそういう感じですか。心の準備できてないですけど、いけます？おそな、何の鳴き声これ。お前か、期待させんなって。絶対ユクシーとか来るって思ったって。お前もうやめろ、テクテク歩いてくんな。もうええって、もう虫が出そうとちゃうから。お前いくら音楽できるからって、でもケチらして遅れよとか言われたし。よし、大きさは武器。チェックで強い技を覚えさせるなり準備をするのがおすすめです。 OK です。強い技を覚えさせたいんですけど、どの技を覚える、いや覚えるまでもないってことですか、もしかして。あ、ヨネさんそんな顔で見ないでください、そんな顔で見ないでください。ちょっと待って、これさ、あっち待って、あもうミジマル、ファンサするな、ファンサをするな、私以外のやつに。これ誰？あ、もうちょっと休憩しよう、ちょっと休憩しようね。よしよしよし。あー、これは、あ、木箱だ。何ですか中身は。やったぜ、もうないの。あ、もうないんかよ。よしで、一旦ね、一旦ちょっと考えよう。これボックスは開けへんの、こんな手持ちじゃ無理やって。いけるもんなんこれ、こいつらでボックス無理よな。まあまあバトルはただやし、やっておしまい。お前チキって帰ってくんな。ほら、私に先行かせる気か。お前先行け、後ろ後ろ後ろ向け。おい後ろや、何をしてんねんお前。うわ、喜ぶな、後ろ向け。ここまでおいにーみたいな感じで言われてんけど、なんなんあいつ。お前私より主の方が強いと思ってんのやろ。もう味方につく方間違えたとかじゃねえんよ。え、相手12レベルやん。あーよかった、木狼じゃなくてワンパンやったね。いけ、やっておしまい。わかったーい、研磨するべきやったかな。無理やって、お前は死なせねえよ。
あなたのこと回復させてたらね、ちょっとキリないんでね。捕まえれんの？体当たり力技したところでじゃない？タイプ不一致でしょ。とりあえずね、とりあえずお前は戻れ。よし。わあ、急所か。運が悪いな。ごめんな。ごめんな。噛みつくでひるむとかない？しかも結構お前早いな。いや噛みつく石化の力技見てみる。ごめんコリンク、ごめん、お前ようやったよ。お、お前これ効果抜群やろ。風起こしの力技見てみようぜ。かわいい。あ、お前最初から出てこいって。絶対ムクホーク、ムクバード連れてくるべきやったって。強すぎやって。ミジュマル出るまくなかったって。あ、ありがとうございます。あ、やばい、何これ、何の声。今度こそ伝説。あ、獅子様。あ、来てくださった。目は赤く光ってない。あ、獅子様、ありがとうございます。あ、は、臭かったですか？人を乗せ翡翠の大地を駆け抜けるありがたいポケ。あ、へー、アローラのライドポケモン。え、アローラ地方ってそんな前からあるの？お前未来人じゃね？この地方から始まったわけではなくって、ちゃんとアローラ地方っていうのはあるの？ベースキャンプ設営ができるだろうって。あ、増やしてもいい。お前もしかして悪者か？そうだよな、そんなズボンにそんなシャツ着いひんよな。ダンデぐらいだよな。しかもライドポケモンってさ、例えば乗車ポケモンとかならわかるよ、この人たちの口ぶりから。でもライドポケモンってもう完全に海外の名前やん。共存共栄図鑑を完成させないと。ベースキャンプだなっていうことで、ベースキャンプがどうやらここに立ってアイーダが来ると。アイーダっていうのはあつ森の紫のカエル。高台ベースを行き先に選べばここから調査スタートできますって言ってるね。 OK、 確かに拠点増えると便利だね。芋づる手に、あ、取りやすく。あ、10匹も捕まえてへん今回もしかして。うわ、ボーナスならんかった。
オッケーし。オッケー。あと660ポイントです。あれ、アップか。3人前お願いします。これ何の付け合わせなんだろう。あ、何何、バザギリが医療隊もてんてこまい。あ、バサギリね。楓くんがいるのです。ああ、テルが嫉妬してる。僕だってできるのに。あのファビマかどっかで芋餅って出たことあったよね。なんか明太チーズ入りとかさ、なんかなんかじゃがいもチーズ、あ、芋餅やっけあれ。セブで売ってたんだ。おい、リア突するな、ボスが。え、やめてください。私の家なんですここは。ちょっとお着替えしてていい？やっぱ女の子はね、お着替えしなきゃね。はぁ？私これつけに来てんけど、このゲームに。まあまあ。なんかすっごい運んでくれそうだね、これ。もう終わるわ。いいわな、なんかもうこの服がしっくりきたわ。眠れたか？うん。お前が起こさなければな。ああ、どうなっておる、どうなっておる。あ、来た来た来た。はいはいはい、神王様よ、神王様。私たちの神王様こそが本物。はい。で、無限に空間があっても使いこなせねえよくせによ。え、髪型めちゃくちゃ可愛いね。いいぞ、そんな口ぶりだな。約束の時間を守れたら感心じゃねえかよ、真珠弾。はい、真珠玉にくださったもの。はい、世界の根幹迷うわけない。時間の無駄。でも兄貴に会いに行くぜ。はい、今回のこの2人結構ビジュアルいいよね。いや、わからん、あのグレイシアとリーフィアの人だから、ちょっと私がひいき目で見ちゃってるのかもしれないけど。なんだかんだよね、仲良さそうよね。あ、ディアルガー派とパルキア派、色的にってこと？よし、一応ね全部ね、全部ちょっと受託しとこう。適当にクリアできるかもしれんから。あ、混合玉の混合弾ってこと？日の嵐、おはよう。元気してた？ちゃんとお部屋温めてあげてね。よし、もくろ、お前ご飯ちゃんと食べてる？ちゃんと体動かさなあかんで。お前寝るの好きかもしれんけどな。よし、こいつはなんでこの色なんや。え、もう出て、ほら、もう出てきたくないっつって、もう威張ってるわ。
よし、失礼しまーす。はいはい、言い合いっこして、バサギリはどうするんだい。はいはいはい、暴れっぷりがすごい。席よ、時間は貴重。はい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 、キングに対してどうせよと。はい、俺たち混合団は手を出せねえ。だとしたら戦団の時みたいにまた争いになっちまうから。はい、旦那のとこも怪我人が出たんだろ、ほっといていいのかよ。あ、この頭の髪飾りもなんかイメージしてんのかもね。あ、この首輪とかパルキアのあそこのなんか丸い部分とかなんかどういうキャラデザなんやろ。あー、口に出し言ってないだろ、一緒だバーガー。今後の歴史でも初めてだが、すごいね、このカイってこうすっごい男勝りなんだね。すいません、やぼったい格好で、あ、もう申し訳ないです。でもよく見たらすっごいリーフィアみたいな瞳をしてて、すげえやつなのか。あ、混合団リーダーの関だ。古くさいから勘弁な。神王様がいるかもしれない、空間から来たというのか。はい、どうも疑わしいのだけど、バサギリの調査を、おめえも長さとは新人のろが。年数ではなく恐れぬ心を持っている。はい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 、あんたの話に乗った、ありがとう。それが気に入らない。はいはいはい、武神王様は暮らすため翡翠の第一王を作りになられた。ポケモンの友であり上下の関係など不要。ボールを用いるのは支配ではなく共存のため、まずは任せていただきますぞと。あー、なるほどね。ボールの中が窮屈って思うんだろうね。承知いたしました。空から教えてきたお前を怪しい者はそれなりにいる。粉骨最新働け。あ、しょ、はい、 お願いします。カイの声優誰が合うか。わ、むずいね。結構ポケモンっていい声優さんいっぱい稼働してるからね。いや、難しいとこやな。多分かぶり禁止だったら全全選択肢狭まると思うけどね。あー、もう大体この人だろうってあるけど、あの同じ声優さんを選んでいいんだったら、あ、ちょっと幼そうだもんね。なんかそこまでハスキーっぽい人ではなさそうだし、でもちょっとお上品さもあり、あのその和っていう意味でね、和風っていう意味でね。揉めてはならぬ。わかりました。綱出様に呼ばれたので綱出様とか行きます。山寺光一失礼しまーす。勉強になるなぁ。ね、楓くん、あや、お話を。この人声高そうじゃない。ちょっとなよなよしい感じっていうか。はいはいはい、バッサギリは強いです。はいはい、モンスターボールを投げたが全く捕まる気配はなかった。確認する。任務だが受けるのだな。もちろんです。よろしい、情報君に提供。あ、いや、もう彼が、私もう完全に綱手様のあのね、だっけ、勝将さんやったっけの声で再生されるんだけど、
武蔵のライバルのヤマトの声優さんがその人なんだよね。つなべ様の人なんだよね。あれもうちょっと考えなきゃいけないかも。キングがこの元々の感謝するお祭りね。分かれば何かしらも対策になるかも。おうおうおう、あら、リーフィア見せてよ早く。あんたが時空の叫びから落ちてきたということは、時を超えた可能性があるってことは、そんなすげえあんたに頼みたい。とにかく沈めてくれねえか。その話をしていたのです。あんたが学者先生だな。今度いろいろ教えてくるよな。うむ、うまい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 。真珠団が崇めるポケモン、あいつら真珠団としてはてめえたちで何とかしたいだろうし、銀河団には頼みづれえよな。それに俺たち金剛団も同じ悩みを抱えている。はい、金剛団がお世話するキングも荒ぶり出した。はいはい、揉めていた歴史があるけど解決したいと。うん、そうはいない、あんたが頼みの綱。ああ、奥の森の先、巨大巨木の戦場、キャプテンの名前はキクイ。キクノさんの親戚とかなのかな。あ、バサギリのことなら聞かなくても何でも話してくれる。はい、キクノさんはあれよ、四天王の地面タイプだったっけ。居場所に向かうのが一番ですね、ということ。猫マンマがツナ言うな。そのツナちゃうねん、頼みのツナや。コンデーロンちゃう、コンデーロンちゃう、コンデロンや。あ、イブイゲットしましたか。なんかリスナーの太郎って人が譲ってくれたけど、教えてお願いします。ちょいと耳を拝借。はは、一種類だけかよ。え、マジ。え、待て待て待て、ぼったくりおるって。もういい、もういい、もういい、もういいです、もういいです、やめてください。これめちゃくちゃ大事、これマジでぼったくり。金を払う価値はあるってことね、つまりね。まあ序盤ではそんな使わないでしょう。新しい依頼、これ全部クエストとか拾ってった方がいいよな。よし、はい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 、お願いします。わあ、ああ、怒ってる怒ってる。な、何が欲しいんですか。スーパーボール、ポケモンこけし、木材かけるさ。いや木材とか作ってくださいなって。木材とかもあるのこのゲーム、なんでもあるやん。わ、めっちゃ育ってる、すっごっ、ありがとうございます、育てていただいて。どれだけ取れるかね、楽しみですね。500円でそんなしてくれるなんて。あ、ポケモンの木の実育てんのも時間かかるもんね。あら、チェリムの図鑑が完成したら教えてと。はい、私多分まだそこまで いけるほどレベルが高くないから。いや今作難しいね、ちゃんとレベルを上げつつしなあかんから。あ、これ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 、技の伝授。おお、お前ツバメ返し覚えんの。
ツバメ返し結構よくね。みんな曰くだけ覚えるやん。うわっ強っ。もうこの時点でこんなに覚えれるってバケモンやん。カイデの種がないとダメ。わあ、頑張りの砂利。いや、わかんねえ。これ。はい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 。砂を使うと防御の能力が高まる。ああ。パウリンとかそういう系ね。あはい、回転の種をくれたら技を回転させてやる。なるほど。もう一旦格闘タイプか。いや、こうや。いや、迷うな。両方良さそうなんだよな。いやでもな、ツバメ返しほどええ技ないからな。いやでも何を忘れさせるかだよね。一旦せやーせやーで、上押して技覚えね。あーこれか。オッケーで技覚え。つばめ返しを体当たりと変えよっか。せやー。オッケー、よし。これで相棒が結構強くなった気がする。ほな、ちょっと今日はこの辺で終わろうかなと思います。どうしよっかな。これさ、どういう感じのストーリーなんだろう。どういう感じで進めてったらいいんだろうな。レベル上げしてもさ、やっぱ図鑑埋まるやん。で、星とかが上がるやん。だから多分全部オレンがあれば憂いなし。各ボスを倒しながら図鑑を見る。あー、じゃあボス狩りメインで配信の終わり時間とかを決めてくか。そうするか。次のボス倒してやら終わりーみたいな感じにするか、図鑑の星3つになるまでとか、なんかそういう系の方が目標があって分かりやすいかもね。ここ今日3つまでとかね。多分なんかそのボスもボスだったし、どの順序で出てくるかネタバレを踏まないとわからんと思うから、星にしようかな。よし、最後にこれちょっと出して。お前近いな、えらい。おじいさん見てんね。うん、また明日な。うん、ちゃんと寝るんやで。わかった。オッケー、よし。ということで、うちのみじまるも、なんか、頑張るとのことなので、ちょっと、うん、頑張れよ。よしよしよし。お前、それしかできひんのか？あ、2回連続、お、すごいやん。2回連続もできんの？なんか、ああ、いいよ、そう、そりゃそうやって怒られたけど、お前、ようやるやん。頑張ったな。お前、成長したな。そろそろ多分、進化するんちゃう？進化させへんけどね、私は。お前が進化したいって言っても、私がお前の変わらずの意思になってやるから。
え、図鑑埋まるまでお前はチビのままやぞ。わかったか？返事は？わかったかって。オッケー。よし。ということでね、複数出せる。え、かわいい。あ、コリンク。いや。アイク。こいつ寝だした。お前寝るなって気まぐれにも程があるやろ。嫉妬して怒ってんのかなと思ったら寝だしてんけど。お前は大事な貝殻を枕にするな。な？うん、もうええけどさ。ごめんな、ちょっと。またね。と、みじまるとも仲良くしたって。タイプ相性悪いかもしれんけど頼んだよ。 OK。 こいつ、お、こいつ起こしたらどうなの。おい起きろ。何してんお前。コリンクも寝んのかな。あ、かわいい。え、コリンクの寝方かわいい。それに比べてお前は、え、見習いな。ほら、コリンクが寝てるんやから静かにしなさい。ごめんね、おはよう。もうそういう感じになるよね。うるさい。もうね、もう寝へんのか、お前。寝る瞬間見といてやるよ、ほら。お前、のび太か。お前、ドラえもんの世界から来たやろ。な、なんてやつや。一瞬で、しかも体バコを言うたで。そんな感じでね、ちょっと何卒皆さん、みんなのこと応援してあげてください。ということで、お疲れ様でした。ではでは、また。あ、今日はなんか夜、確か麻雀コラボがあるとのことなので。そちらの方の応援もよろしくお願いいたします。だからね、まだね、全然ね、グループのなんかディスコードみたいなのできてないから、本当にするのかどうか私知らないんだけど。お願いします。しかもツイートで知ったからな、メンバー。え、そんなことあるみたいな感じなんですけれども、あの、ぜひぜひ夜皆さん見に来てください。ではお疲れ様でした。バイバーイ。おやすみ。あ、おやすみじゃない、寝たあかんね。バイバーイ。ねえ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 、あ、これどうやってセーブするんやっけ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どうやってセーブするんやっけ。 XY マイナス下上？あー、オッケーオッケーオッケー。今ポケモンと話してたから出てこんかったんだ。これだ？オッケー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 。ありがとう。おやすみー。バイバーイ。壁に向かって波乗りしたら知らん場所行くやろ。やめてくれ。アルセウスでもそんなんあったら困る。